ヘミアミナールの一般構造式。ヘミアミナールとは、有機化合物のアルコールのうち、ヒドロキシ元が結合している、炭素上に、網の元も存在している、化合物群のこと。アルファ、アミのアルコール。カルビノールアミンとも、アルデヒドあるいはケトンに、アミンを脱水縮合させて、意味を得る反応などにおいて、反応中間体として生成する。 アルデヒドあるいはケトンに1級あるいは2級アミンを作用させるとアミンの窒素がカルボニル炭素へ嗅覚的に孵化してヘミアミナールを生じる。ただしヘミアミナールは通常不安定であり以下のような経路をたどる。孵化の逆反応によりカルボニル化合物とアミンに戻る。アミンが1級だった場合ヒドロキシ元が窒素状の水素と共に水として脱離し移民に変わる。 アミンが二級かつ、ヘミアミナール炭素の隣の炭素が水素を持っていた場合、その水素とヒドロキシモトが水として脱離し、エナミンに変わる。ヒドロキシモトと共に脱離する水素がない場合、ヒドロキシモトが網の元に置き換わって、アミナールとなる。脱水反応は過逆であるため、移民化やエナミン化を行き切らせるためには、ディーンスターク装置や脱水剤などを利用する。 ヘミアミナールの酸素上が有機元で置換されているエーテル R2CNR2 をヘミアミナールエーテルと呼ぶ。アルファーアミノエーテル。この化合物群をアミナールと呼ぶ要例もあるが、アミナールはゼムジアミンを表す故障でもあり、IUPAC では使用を推奨していない。ありがとうございます。